はい、高橋翔太郎です。昨日ですね、大和ピュアラブさんとですね、大和ピュアラブさん2本動画ということですね、出してくださいましてね、今日もどうでしょうかね。あとね、まあいろいろ出てますね。結局はですね、まあこの、まあ、反社会勢力といいますかね、そういったいったものが関与してる、まあ全部ですけどね。そんなこと言ったらね、世の中のことをね、結局はですね、暴力には勝てないわけですよね。これは私ももう、この2年以上ですね、ずっと言い続けてきてますけれどもですね、結局暴力が支配してるね。この間 TBS と何でしたっけ、アナウンサーの方2人死んじゃいましたよね。その前が、ダチョウ倶楽部の方ですね。もういっぱい芸能人どんどん次々ね、もう名前言い切れないですよね。はるか昔はね、尾崎豊さんとかですね、岡田由紀子さんとかですね、ザードの方とかですね、坂泉さんですね。そういうことですね。このちゃんともうすごい見てるなっていうかですね、このですね、このテレビのですね、この、まあ、速報っていうのはもう、こう全部嘘だって、こう全部嘘だってですね、あれですよね、見抜いたのが小島一郎 JL 不安さんなんですよね。この毎度毎度ですね、この書いてありますけどね、それからオウムとかですね、あのモーニング娘。のやつとかね、日産のやつとかですね、私も長い間ずっと見てますけれどもね、あと何でしたっけね、もういっぱいありますよね、いっぱいあるんで、フラットアースも出てくるしですね、もう本当にですね、マラソンでございますが、はい。ここにですね、コメント書いてくださっていて、この昨日のゆうこりんさんのね、このあれにつながってんですよ。で、ここを今ね、こっちの私の方に、こちらに書きましたんでね、これね。これも書きます。なぜ笑えるのかって書いてあります。なぜ笑えるのか。会見は芝居なんだねって書いてありますね。そうですね、これね、ほら、こういう、もう様子で、ほら、わかりますよね、こういうね。だから、最初からですね、小島一郎 JL 不安さんね、やっぱあの方はね、もう正しいんですよ。正しいんですよ。大和ピュアラブさんも正しいんですよね。管理人のぼやきラジオさんね。管理人のぼやきラジオさんですよ。もうみんな正しいんですよ。そんなね、細かいところはね、わからないですよ。もうこんなわからないですよね。絶対ね。本当のことなんて絶対誰も言わないから、日航機のね、日航機ですよね、墓場まで持ってくっていうですね、墓場まで持ってくんですよね、もう絶対言わないんですよね。で、結局ですね、まあその、まあ、大和ピュアラブさんとかのね、水戸が見てると必ず出てくる名前があるんですね、いろいろね、いろいろな方で、もういつも同じなんですよね。結局そこになるのかと。で、まあこのですね、まあ極道の方のね、組織はいっぱいあるわけですけれども、そういう方の名前は出てこないんですよね、なんかね。まあ組の名前は出ますってきますけどね。まああと CIA っての出てきますよね。だから、あと宗教ですね、宗教。宗教ね、電磁波攻撃とかですね、電磁波攻撃と、あの、集団ストーカー、電磁波攻撃と集団ストーカーでね、このツイッターで検索するともう山ほど出てきますのでね、でそういったですね、もう暴力ですね、もう暴力ね、もう殺されそうになったとかね、いっぱいね、載ってますしね、もうそれこそね、もう政治家からね、なんかやろうとするとですね、みんなですね、そういうふうになっちゃうんですね。ですからね、もうこう、いろいろですね、おかしいってこう思う人がですね、もうどんどん出てきちゃってますからね、どんどんでもテレビはおかしいんじゃないかとかね、
出てきちゃってますね。芸能界の裏とかですね、芸能界の裏すごいですね、もうね、まああの辺はね、なんかこうプロレスっぽいですけどね、結局ね、なんかこの間も ABEX の方もね、あの方出てきましたね。あの方だってね、あんだけ大騒ぎになってるのに全然捕まらないですしね、結局ね、あのまあお金の力なのか何なのかわかんないですけどね、バックに何がいるのかですね、結局みんなつながってるからですね、この富裕層は富裕層でつながってんですよ。富裕層は富裕層でつながってて、演技、演劇、クライシスアクターなんですよね。これほら、もうこの動きでも、このね、この動きほら、こんなことやってね。あ、これはあの子がやったんだ。いや、でもね、これほら、不自然だもんね、これね。やっぱこうなんか練習してあったみたいなですね。もう別に、あ、そうだ、私のあれにね、あの生きてるって書いてくれた人いたんですよ。生きてるってですね、書いてくださった人いたんですよ。それでその方をね、聞こうと思ったら聞いちゃったんですよね。そうそうそう、前。前ね、何回か書いたんですよ。で、ツイッターにですね。もうバシバシね、これね。まあでもね、もうこうやってやってますからね、みんなでね、もう。もうこれツイッターでやり始めたらの、どんどんね、もう本ね、これで、ね。だってもうすごいからですね、すごいですかね、アクセスがね。やっぱりもうツイッターですよ。Facebook はダメですね。もうツイッターですよ。ツイッターの力すごいんですね。あとインスタグラムですかね、あとね。インスタグラムはね、あの子の、なんか、あの、まあ、お母さん方が見るみたいですね。ということで、ほら、何か引っかかるね。これちょっとタイトルにお借りしましたね。これですね。なぜ笑えるのか。会見は芝居なんだね、とね。この後にもまたコメントつくと思いますのでですね。ということで、ちょっと録音させていただきました。またこの後ですね。これは変ですよね、これね。変だね。すごい違和感ですね。もう完全お芝居っていう感じですよね。別にこのお母さんがね、なんかしたわけじゃないですよ。やっぱりですね、この暴力ですよね。暴力が後ろにいるんでね。それには勝てないんですよ。怖いですもんね、普通ね。私だって無理ですよ。それ戦ったって勝てるわけないですからね。で、今ね、人のね、殺し方っていうのもですね、別にもう、ピストルとかそんなの使わないですからね、もう、ね、針でチクとかね、そういうのでね、もうすぐね、心不全ってね、心不全になっちゃうわけですよね。いや、どっか病気があったんでしょうとかね、そういうことですよね。プロの殺し屋っていうのはね、もう絶対いるわけでね、そんなのもいくら100万円で引き受けるみたいなのね、10万円とかね、10万円でいいのみたいなですね、そんなの載ってますしね、まあ100万ぐらい出せばもう全然ね、あれしちゃうみたいですね。もう全然ね、この外国の方とかね、あれ見しちゃいみたいですね。ただね、その値段が低いとね、やっぱりね、なんか質が落ちるみたいな話出てましたけどね、前ね。もう嫌だから、もう見たくなかったんですけどね、ちょっと思い出しちゃいましたね。だからまあそういうことね、詳しい人ね、いますからね、絶対ね。いますからね、裏の裏まで全部知ってる人なんてもうたくさんいるんですよ。いるんだけど、やっぱりね、やっぱり言えないんですよね。言えないんですよ。もう言えるギリギリのとこでみんなやってんですよ。もう本当にね。恐ろしいよな、もう。ねえ、もう信じられませんね、まだね。このね、8もここにね、書いてあるね。8万人から10万人行方不明とかね、意味わかんないですね、このね。だからここに来てですね、そういうのがもう全部ですね、出始めてるということですね。こうコメント48個もついてますね、このゆうこりんさんのですね。コメント48個もついてますんで、それでこれつけてくださったんですね、この方がね。なんかおかしいということで。
ということで、なんかわかる方はですね、もうちょっとね、死ぬ覚悟でやってください、本当にね。殺される覚悟でね。でも、みんなでやればね、そんなのみんな殺せないですからね。やっぱりそういうことなんですよ。ペンはですね、ペンは暴力より強いんですよ。情報は暴力より強いんですよね。もうみんなが知っちゃえばですね、もう勝ち目ないんですよ。ね、この世界はね、三角ピラミッドですけど、実は三角ピラミッドじゃないんですね。逆三角ピラミッドなんですよね。ということでね、もう何回も録音してますけれども、いかがでしょうかね。これは違和感ありますね。これも全編見ないと分かんないですけどね。まあ載ってると思いますけどね。ね、あとね、もうそういうなんかこう突然テレビに出てきてヒーローになったみたいな人ね、もう全部あれも演劇ですからね。誰とは言いませんけどね、急に出てきてね、急に出てきてですよ、こういうあれの今流行りのあれだってそうですよ、あれのことだってね、なんでテレビが出すのかってことですよね。なんでこの人はテレビに出れるんですかって、このテレビに出るってことがね、もうこの台本ですからね。芸能人だって何だってね、その役割なんですよ。マッチポンプなんですよね。だってテレビが出すわけないですからね、本当のこと言っちゃう人ね、出すわけないですからね。ここまで言ってくださいって、このね、打ち合わせがあるんですよ。だから芸能人がちょっとなんか言ったからってね、すぐなんかこう、あれね、なんか飛びつくけどね。いやいやいや、あんたね、テレビが言う、テレビに出てる人だよってね。ね、テレビに出てる。だからそれをですね、まあ命覚悟でね、命捨てる覚悟で言う人もいるかもしれませんけどね。そんなこと無理ですからね。絶対無理ですよ。無理ですよ。だってしかもお金ももらえるわけですよね、いっぱいね。そういうことでですね、また大和ピュアラブさんね、小島一郎 JL ファンさんね、管理人のぼやきラジオさんね、私が見てるのはこの3人ですけれどもね。あとはですね、都市伝説とか言ってる人はもう全部ダメですね。もう都市伝説なんて言ってる人はもう、もう笑っちゃう、もう絶対見ないですね、おかしいですよね。都市伝説じゃないですからね、もうこんだけ出てきてね。なんだってね。お金は紙であるってね。お金はただの紙ですね。お金は存在しないわけですよね。デジタル信号、数字ですよね。お金は存在しないんですよ。インチキですよね。だからね、新しいデジタルでもいいからですね。新しいお金を作っちゃえばいいんですよ、誰かがね。いや、こっちのお金じゃなくて、こっちでみんなやろうってね。これでやろうよってね。それ作っちゃえば、それ何パターンもね、何種類もできちゃえばね、もう全然もう無理ですよ。とかね、いろいろの、ちょっとな、私もいろいろ考えても、私が考えてもダメですけどね。この逆三角形ピラミッドをですね、作る方法でございますね。このね、やっぱりですね、通貨発行権ですね。通貨発行権っていうものでですね、やっぱりこう、通貨発行権より強いものないんですよね。これがね、無限の富ですからね。無限の富には誰も勝てないんですよ。お金すればいいんですからね。働かなくていいんですからね。ということで、これはちょっとね、申し訳ないけど、嘘っぽいのね。ということで録音させていただきました。失礼します。